さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサカです。今日はですね、市場と一本動画ですので、もうテキパキいきますよ。さあ来ました、フォルクスワーゲンのパフォーマンスカーゴルフ R ですね。そのバリアントはもう、バリアントってフォルクスワーゲンでいうバリアントはワゴンボディです。それはもうすでに動画、出しておりますけれども、いや乗りたかったこのハッチバックですよ。やっぱりパフォーマンスカーキビキビと走るって言ったらもうやっぱハッチバックじゃないですか。しかもベクタリングが入っているので、いやどういう走りするか楽しみですよね。しかもこれ19インチを履いてるということは DCC パッケージ22万円が入っているはずです。なので電子制御ダンパーも入っているので、かなりいい動きをするかと思います。おまけ動画で今回は排気音を入れておきたいと思います。やっぱかなりいい音するので。しかしこの R のこれかっこいいですよね。改めてですけれども、全長は4295です。バリアントは4650あったので、まあかなりコンパクト、全長は短くなってますよね。で幅は一緒です。1790 1.8m 切っております。で高さは1460、ホイールベースは2620ですね。だからホイールベースもバリアントよりも 50mm 短くなっていますので、まあそのあたりかなりキビキビ走るのではと。で車両重量は 1540kg です。ここもバリアントより当然ながら軽いですね。60キロほど違うっていう形ですかね。価格ももちろん違いますよ。こちら639万円です。バリアントの時には652万円ですので、このあたりを踏まえて、まあだが何もなかったらやっぱこっちのハッチを選ぶのかな。でも荷物をより積みたいであるとか、よりアクティブに使いたい、でもパフォーマンスカーが欲しいって言ったらバリアントっていう、そういう選択ですかね。まあでもゴルフの通常のこのハッチバックでも十分荷物は積めますのでね。センターもちゃんと抜けて長尺物とかも積めるようになっておりますね。じゃあちょっと室内も簡単にだけ、一箇所室内、そう、あ、まあ室内はバリアントでもお伝えしましたけれども、はい、スポーツバケットシートですね。まあ R 専用です。 R のロゴも入ってて、まあこれ結構ね、あの革シートの方が好きなんだけどっていうコメントも結構多いですけどね。ドアの閉まり方もいいじゃん。でここ非接触型の充電器なんですけど、ここに携帯を置いて充電させながら、ここパカッと蓋ができ、ここに小物とかも置けるって、これ僕ねすっげー使い勝手いいなと、こういうの好きです。まあまあ完全なる個人的な推し感ではありますけどね。で USB の C とかもここに隠れております。じゃあもう試乗行きましょう。スタートしていきたいと思います。スタートです。あ、ちなみにタコメーターもすっごい横型、わかりやすいです。要はこの緑がどん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 赤の方に増えていけば、もうシフトアップタイミングだよみたいな、そういうのがすぐわかるので、これわかりやすいですよ。じゃあスタートです。さあ試乗です。普段の走り慣れた道行きたいと思います。お、なんか突然のチャンス到来。さあレースモードで行きます。3、2、1、ゴー、ドーン。気持ちいい。やっぱ若干軽いからこちらの方が、ちょっと待って待って待って、レースモードをやめよう。はい、元に戻す。これ好み分かれます。これゴルフとゴルフバリアントどっちがいいのか、まあゴルフ R とゴルフ R バリアントどちらが好きかって。今もうこのパッと乗った、このたった3、400m、 もうちょっと走ってるか 500m ぐらい、ここでだけで判断するんであれば、僕バリアントが好きです。これなんでバリアントが好きか、リアの落ち着き感が全然違う。リアの落ち着き感がバリアントの方がもっともっとあった。あの落ち着き感で、あのバリアントの時に僕確かね、高速乗った時になんか妙な振動するとか、ちょっとふわふわするとか、プルプルするとか言ってましたけど、それと全然違います。ただ単純に後ろに対しての重さが足らない。もっとね、後ろがどしっとちゃんと、なんだろう、重さがかかってて、ベクタリングももっともっと効いててっていう、そういうフィーリングがあったんですけど、こっちはね、ちょっとそのうち後ろの落ち着き感がないな。後ろタイヤがまっすぐ転がろうとする、その直進安定性もこっち弱い感触がある。あの逆に言えば、それだけ、うん、なんて言うでしょう、ヒュン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 曲がりそうな感触がある、落ち着きがなさそうな子なんですよ。バリアントは落ち着きがあるような感触があり、それを力技で、なんて言うんでしょうね、ベクタリングの力も使い、ぐん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 曲げていくっていうところで、僕は、うわ、いいじゃんっていう感じだったんですけど、こっちはもう素の状態で、これベクタリングがなくても、こっちのバランスだったら、ヒュン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 曲がりそう。それをベクタリング使ってどこまで曲げようとしてんだよっていう、そういう感触になる。
ちょっとレンチェンジ、周り誰もいないんでね、レンチェンジしまーす。うわ、なんかね、すっげー意気揚々と走るね、これ。乗り心地はでもびっくりするぐらいいい。あの、今こういう風にスッてレンチェンジした時の俊敏にスマートに、あの、素直にヒュッて曲がってる感じからした時に、この足回りの柔らかさはイメージできないと思います。例えばここから左にレンチェンジをヒュッてやった時のこのギュッていうこのね、クイックさあるじゃないですか。このクイックさっていうのはもうちょっと足をシャキッとさせないと得られないような印象、それが今自然と得られちゃってる。いやー、全然違うんだね。まあそりゃそうだよね、全然違わないと売り分けができないじゃないですか。いや、バリアントも実はゴルフアールも、いや同じだよっていう、あの、同じフィーリングで走れるね、さすがアールだねは全然求めてないんですね。これもう、これはね、はっきりわかる。全く違う。そうか。で、あの、荷物、僕、あの、走る前に言ったじゃないですか、特徴として。いや、荷物積みたい方とかで、パフォーマンス欲しい方が選ぶのがバリアントじゃないのって、そうでもない気がする。落ち着きのあるパフォーマンスカーっていうのが欲しい方は、バリアントだと思うっていう。だから僕、どっちかというと、多分そっち系だと思います。要は、パフォーマンスカーって言った時に、サーキットガンガン行って楽しい車、まあワインディングガンガン行って楽しい車、もしくは長距離を楽に、なんかシャキッと走るっていうグランドツーリング的な方向で考える方、で、僕はどっちかというと結構まあグランドツーリング系好きじゃないですか。まあデートカーに適してるような。だから、その方はバリアントって感じで、ワインディングキュン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 、一人よがり、一人よがりっていう言い方をしちゃ違うな。一人でなんかもう運転しててテンション上がってくるような、そういう楽しさを、俺好きだよって、あの、走り好きの中でもそうなんだよみたいな、そういうテイストであれば、絶対こっちですね。8ですね。もう、このゴルフ R を選ぶのがいいかと思います。いや、これはね、乗らないと分からなかった。しかし足がよく動く。この電子制御ダンパーはすごいすごい。で、このクリープ現象もほどほどにあるから、全然スタートギクシャクしない。だってオートマみたいですもん、ほんと今変速。力がないと、要はパワーバンドからちょっとでも外れた回転数領域を使わざるを得ません、この車両重量に対してね。って言った時には絶対トルクコンバーターの方が絶対的に勝るわけじゃないですか。しかしながら、今このゴルフ R のバランスで言うと、車両重量に対してもうね、十分すぎる低回転トルクも出ており、で、その低回転トルクがもう十分出てるっていうところで、もうギクシャクしないわけですよ。これはもうバリアント以上に、もっともっとこのツインクラッチ感が、そのツインクラッチのデメリットがすごい少ないと思う。で、メリットはっていうと、もちろんこのマニュアルシフトをした時のこの歯切れの良さ。うわ、歯切れいいね、ダイレクトだね。いや、これは気持ちいい、気持ちいい。ちなみにこういうトンネルの中走ると分かりますけど、こういうアンビエントライドもおしゃれでしょ。だからこういったあたりもいいじゃないですか。うん、なんかゴルフ R 硬派な感じだったのに、結構おしゃれな感じになってきてるんですね。あ、ここもいい、いい。ゴルフっていうね、あの字がライトアップでスポットライト浴びてる。ああ、今ぐらいの突き上げね。でもいいんじゃないですか。今のところって結構大きい段差あるんで、つなぎ目いいと思う、いいと思う。ちょっと、はい、レース。おお、音変わった、気持ちいい。おお、気持ちいいじゃん。ああ、やっぱね、難しいね。それぞれが、それぞれに持ってない魅力があり、超捨てがたい。いや、今のなんか軽々しく車がヒュンって出てくような感覚とかはバリアントにはない。いやー、 GT カーのような穏やかで、その速い乗り味は欲しいんだけども、レースモードに入れた時のこの、わあ、どっち、両方欲しいけど両方はできないよね、もちろん。だから60キロの重量さ、
後ろのオーバーハングの少なさ、この辺りがすげえ影響してるんですよ、走りに。この今の僕のテンションは、この普通に街中を普通に走っててのこのテンションはバリアントではない、ない。これはないっす。いやー、警戒だねー。これ、マリオさんは間違いなく絶対こっち選ぶ、バリアントじゃなくて。で、僕自身がバリアントじゃなくてこっちかもって思うぐらいなんだから、マリオさんはもう絶対こっちだろうな。いやー、これちょっと今度比較持っていきたいな。 GR カローラとこのゴルフ R 対決とかね、面白そうっすね。街中を普通にこういう風にただ走ってるだけで気持ちいい、楽しいは、バリアントにここまでのものはない。この警戒感がすごいんだ。いや、で、感覚がだんだん慣れてきました。と、あと、足が多分ね、これ、温まったかなんかで、足がもっともっと動くようになって、リアが、ちゃんと動き出したんで、リアの粘り具合がちゃんと出てきたんですよ。最初それがなかったんで、いや、もうちょっと重さかけたいよね、バリアントみたいな、あの、リアのドシット感欲しいよねってあったんですけど、これ今結構リアのドシット感までいかないですけど、あの、安定感はちゃんと出ている。うん、出てる出てる。最近の車って僕思うんですけど、やっぱね、最初の走り出しの2、3分とか5分ぐらいはいい動きしない。もう高性能になればなるほどみんなしない。もうオイルダンパーに頼ってて当たり前なんですけど、オイルダンパーをしっかりと的確に使ってあげて、乗り味を洗練させて仕上げた車であればあるほど、最初の走り出しの5分は、そのいい狙った乗り味は出ないです。だから5分ぐらいはもう我慢しようっていうのがもう最近ですよ。だからそれで言うと今結構ね、後ろ、ここに加速した時も後ろがね、ちゃんと今ちゃんと沈んでるんですよ。さっきまでね、この後ろの沈みがなかったので、ほら後ろ超動くも動くも、やべ気持ちいいじゃん。この今のこの動きだけで言うと、ちょっとスポーツにしよう。僕こっちかもしんない、バリアントじゃないかも。まあ、バンビは絶対バリアント選ぶだろうな、アクティブな活動家だから。さあ、じゃあちょっと高速も行きましょう。ちょっとレースモードにしました。さあ、いやー、やべえ、やっぱねツインクラッチも気持ちいいし。さあ行きます、3、2、1、 GO。 楽しい、気持ちいい、安定感は。でもバリアント、なんだろうね、いやー、両方とも捨てがたい魅力があるね。バリアントの方がすげえ頑張ってる感っていうか、凄さがわかる。通常だとあの感じに、これはね、イメージできちゃうんですよ。どうイメージできるか、このコンパクトな車でこの420ニュートンとかあったらこのぐらい走るよねの、このぐらいがちゃんと普通に表現されてるような感触があって、バリアントは、あ、この長い、あの、要はワゴンボディがこういう風に走るんだ、あの、ベクタリングの効果とかも、今加速しながらちょっと左旋回じゃないですか。あれも、バリアントの方がやっぱなんか、ちょっといい印象だな。予想以上の、予想超えが起きてるっていう、そういう話かな、バリアントの方が。いや、しかし、ただ単にこのね、ハッチバックの方のゴルフ R は気持ちいい、楽しい。ただ単に楽しい。このハンドルの重さもいい。スペシャルな車を乗ってる感がしっかりあって、ただ単に楽しいですよ。いやー、これほんと最後の最後にこれ悩むと思う。どっちもいいわ、今回ゴルフ R。ブレーキの良さが、やっぱバリアントの方が若干重たいからブレーキの良さっていうのはすごく強く感じましたけれども、やっぱこっちでもブレーキ踏んだ時になんかガシッとする感じで良さは分かります。うん、ちゃんとあります。自由自在ですね、この車。軽くてパワフル、トルクフルで、もう路面に張り付き感がちゃんとあって、電子制御ダンパーでもう路面のデコボコも、あの、跳ねることなくちゃんと吸収してくれて、いいパッケージです。やっぱ完成度高いです。バリアントだけじゃなくて完成度高いです、これ。ブレーキやっぱすごいわ。ブレーキがやっぱね、なんやかんやでこの車の
なんだろう、完成度をものすごい上げました、このブレーキが。やっぱね、ブレーキって大事なんだと思う。全然ちょっと話飛んじゃうかもしれないですけど、いろいろな、あんまり人集めたくないとか、まあそういうのもいろいろありながらで、半年もっとか、1年弱ぐらいかもう経ってたんですけど、筑波タクやったんですね。やっぱね、筑波タクやるとすっごい思います。ブレーキなんですよ。ブレーキがしっかりとしてないと、やっぱね、安心して走れないんですよ。で、今、このゴルフ R の、やっぱりね、大きな大きな進化として、僕はねやっぱこのブレーキはすごいと思う。この安心感は半端ない高い。でさらにもっと言うと、このベクタリングだと思います。ベクタリングがあって、でまあ電子制御ダンパーもありますけども、だからこれらの組み合わせですっごい、この上質かつパワフルかつなんて言うんだろうな、それらがなんか三位一体になったような効果によって、なんかねすっげー上質でもあるし、いやこれは本当完成度高い高い。このコンパクトボディで跳ねることなくこれを実現してるのがまあすごいと思います。これ本当おすすめです、おすすめです。最後ちょっとジャンピングスポット行きましょう。ちなみにレースモードでの走り出しも普通に滑らかだ。これ一緒に乗ってる人がもしいたら多分ツインクラッチとは思わないと思う。さすがにレースモードだとちょっと揺れますね。うん、ダンピングが結構締め上げられるので減衰力が、なので若干やっぱり揺れますね。まあこのあたりはもう当然でしょう。ちょっとコンフォートに戻しましょうか。はい。まあちなみに相変わらずなんですけど、このハンドル周りのこのボタン周りの操作感は全然良くないです。うん、もうちょっと質感上がるといいですね。この操作感が上がるといいですね。気持ち良い。どこ押してるのかよくわかんないしっていう。ここがちょっと気になるところではありますかね。やべえ、ゴルフ R のハッチバックでこんなに乗り心地が良くなっちゃダメでしょうっていうぐらい乗り心地がしっかりしている。これ万能車ですよ、万能車。まあ、ちなみに街中の乗り心地で言うと、角のあるデコボコに対しては、やっぱりね、まあ、もう19インチ入っちゃってますし、この約 1.5 トンで。で、なので、それ相応の入力はあります。だから、まあ、めちゃくちゃ滑らかかっていうと、まあ、若干の突き上げはあったりはしますので、まあ、でも、電子制御ダンパーで結構滑らか路面は相当強いです。あとはここでちょっとスマートに止まろうって言った時に、最後がね、ちょっとこれアイドルストップしちゃうので、まあ、カックンってちょっと言いやすいんですよ。だから嫌だったら、アイドルストップ切っちゃえばいいんですけど、まあだからアイドルストップと滑らかな停止、スマートストップがね、なかなか両立しないですよね、今。で、ちなみに乗り心地だけで言うと、バリアントの方が上だと思います。高速道路乗ってもプルプル感出てないじゃないですか。プルプル感が、要は街中とかでは柔らかさにもつながるので、まあなので乗り心地はもうバリアントって考えてください。じゃあ行きます。3、2、1、5。すごいね。何がすごいって、ベクタリングすげー決まってるんですね。使ってるんですね、今みたいなところも。だから今ちょっと右旋回して、左側だけクラッチがつながって、相当倍速でタイヤ回ろうとしてたんでしょうね。だから左側の後ろだけトラクションロスを若干しようとして、ガクンガクンって音がああいう風に発生したわけですけれども、全体すげーすごい。やってることもすごいし、制御もすごいし、緻密だし、いいと思います。さあ、まあ結構ここ路面悪いところです、ご存知かと思います。汐留のあたりですね。まあそこでの体の揺れ方はこんな形です。やばい、汐留で降りずに、あまりに気持ちいいからこっち来ちゃった。ちなみにこれドライブコースとしてもおすすめです。結構ね、混んでないんですよ、この一歩内側、C1 の内側を通る道なんですけど、これ結構混んでなくて、まあショートカットルートともちょっと違うんですけど、混んでなかったら普通に C1 行った方が絶対に、例えばこっちから池袋線行くとかそういうのも絶対的に早いので。でもこういうね、カーブがあるんですよ。ほら、すげえすげえ、アクセル踏んでも、ね、全然外出ない。やっぱこれは健在健在、ちゃんとねベクタリングが相当効いてる。でもゴルフバリアントみたいに踏んだ時に
なんかギュ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 って曲げられるような力技で曲げてるような感じじゃなくて、なんか自然の中で曲がってる、その補助されてるような感じで、だからベクタリングの存在感がバリアントほどはやっぱ大きくはないですね。ここもそうですよ。曲がってアクセル踏んだ時に、ああ結構アクセルを深く踏まないと存在感が出てこない。深く踏めばいいんだ。そっかそっかそっか。そうしたらよくわかる。まあしかし面白い車ですね。深く踏む、あほらわかるわかる、深く踏めばいいんだ。そんなん普段の道じゃできないよ。そうだよね、できないよ。やっぱワインディング行きたいね。ワインディングだと自然とハンドルたくさん切るから、そこでアクセル踏む分にはベクタリングの効果は存分に出るかと思います。おーいい音だね。花火が鳴ってる。まあでもこのぐらいの音だったら周りにそこまで迷惑かかんない。うん、このぐらいの音ならいいですよ。いやいいいい、この車マジいい。本当ね、万能車ですよ。万能車、全てに対してバランスがいい。その程度がいいっていうのかな、味付けの。だから乗り心地にしてもハンドリングにしても、その排気音にしてもエンジンのレスポンスとかにしても何にしても、やりすぎてないし足らなくもないし、ゴルフじゃなくてゴルフ R を欲しいっていう人の欲求をすっげー的確に満たしてると思います。まあなので、あの箱根乗った時にゴルフ R バリアントでもうすでに僕はすごい高得点というか、うわこれすげえじゃんっていう話をしてましたけれども、あの都心部いつもの道で乗っても一緒でございました。これおすすめでございます。あの乗り心地の良さだけを求めるんであればバリアントを選んだ方がいいと思います。こっちはちょっとシャキッとしたやっぱスポーティー傾向での仕上げ、ゴルフバリアントはこっちに対してはちょっとグランドツーリング的な GT 的な仕上げになってるって思ってもらうといいかと思います。まあどちらを選んでも幸せになるかと思います。これ買って後悔しないと思います、この車。はい、そういう完成度になっております。うおーすげー、初めて見た自動運転の LS。 あれテストカーか、さすがに一般の方じゃないもんね。あれまだ売ってないですもんね。へえ、すっげえ。ああそうだ、自動運転の車だ、ついになってますよ。アルファードと、LS が。なので開発車両ですね。あ、だから富士山ナンバーのアルファードだったんですね。いや珍しいなと思って、富士山ナンバーのアルファード、うん、あの前を走ってる開発車両の LS 自動運転車両とペアでしたね。はい、まあ全然関係ないですね。まあこういった形で、日々実証実験やってるんだと思います。いいからスコア、ドゥドゥン。限りなく80点に近い79点とさせてください。ありがとうございます。なんでお前80点出さねえんだよって言われそうですけど、いや、まあ80点ほんと出したいぐらいね、これ結構いいと思います。マジいいと思います。嫌なところ、個人的に、シートのね、これゴルフの要は特徴じゃないですか。この柄物というのかな、ファブリックというのかな。でも個人的にはね、なんか革とかの方がいい気がしたりするわけですよ、この黒筋じゃなくて。っていうのがまず一つ。あとこの止まる時にもうちょっとブレーキタッチがスッで、うん、衝撃なく止まれるとすごい嬉しいなとか、まあそのあたりの微細なマイナス減点、減点って言うほどじゃないですけど、個人的なね、うん、好みというとこと合わせて、まあ79点とさせてください。まあしかし本当、まあ満点ですよ。満点の車ですよ。なんで膨らむの？もう、多分ね、ほんと最近でも左折するときとか右折するときとかも逆張りする人多いですよね。僕あれ、うん、すごい自分では注意するんですけどね、注意しないとあれ絶対治んないんで、誰もがやっちゃうので、今そのぐらいね、こっちが見えにくくなってるんですよ。だから僕も注意を相当しないと、こっち側の縁石とか見えづらいんで、なんとなく気持ち的に少し開けて曲げたくなっちゃうんですよ。だからこれは
意識した方がいいと思います。そういった今みたいに周りに知らないうちに迷惑をかけちゃってるっていう運転をしたくない、スマートな運転を目指す方はこういったところの縁石とかをちょっと意識しながら、こういう風にちょっと内側を曲がるぐらいな、これでもタイヤの隙間全然30センチ以上空いてますしね、縁石に。だから意外とね、やっぱこの辺りが昔の車と比べて見えにくくなっちゃったので、この A ピラーの根元あたりの部分がね、まあそういうのを意識しながら普段運転してもいいのではないかなとも思います。いや、何にしようゴルフ R 面白かったですね。素晴らしいです。はい、おすすめです。こういう走り好きの方、まあ本当優等生的な車として、注目しても損はないかと思います。ではでは失礼いたします。イグレフォッ